関畜隼人は、日本の男子プロバスケットボール選手である。福岡県福岡市出身で、B リーグの仙台十9アーズ所属。ポジションは SF。194センチメートル、90キログラム。福岡市立とも泉中学入学後に、バスケットボールを始める。卒業後に進学した名門福岡大、大堀高校では2年時にインターハイウィンターカップで、共に準優勝。 三年時は、ウィンターカップ県予選で、福岡第一校に敗れ、本大会出場を逃すなどしたが、個人では、ジュニア、日本代表にも選出される。筒見啓志郎、山下康弘は、高校時代のチームメイトである。男は辛いよの熱狂的ファンである。拓殖大学進学後、2007年ユニバーシアードに、出場。ベスト4となる。2009年。 トヨタ自動車に入社。2011年、BJ リーグドラフト会議にて、全体2位で、岩手ビッグブルズに指名され入団。2012年、石橋春行との交換トレードで、京都ハンラリーズへ移籍。2014年、トレードで、岩手ビッグブルズに復帰。2016年、島根スサノオマジックへ移籍。主力として、B1 昇格に貢献する。二千十七年、 大阪エッサイ遺跡。2018年、琉球ゴールデンキングスへ遺跡。2020年、仙台十9アーズへレンタル遺跡。背番号を58に変更した。2021年、仙台に完全遺跡。背番号を12に戻す。ありがとうございます。